はい、ポリプレックスの解説第3回目となります。今回はこの下部分ですね、いよいよここに入っていきたいと思います。今回分かりやすくキックだけ演奏させたいと思います。そんな時に便利なのがここですね。これでソロ、そしてミュートができます。これだけでも曲の展開作れそうですよね。最初キック抜いておいて、こう入ってくるのが面白いと思います。ということでここをソロにしておきますね。まずこの概念非常に大事です。4つですね、好きなサンプルを入れることができるようとなっています。今見てみます、キック、スネア、キック、ハットとなっていて、実はこのキック若干ハットの要素も入っているんですね。で、かつスネアの要素も入っていて、この音になっていると。もしこれをですね、単体だけで使用したい場合、ここのボリュームで変えることができます。例えば今キック一番上だけにしてみるとこういうことになります。で、これに下のサンプルを合わせていくと、こういったものが組み合わさってこの音が実現されているというもので、もちろんこのタイプからですね、いろいろと変えることができます。例えばこれワンショットとかにしてみましょうか。そしてここ見ていただくとスピーカーマークがありまして、これがついているときはですね、その横列が有効になっているということです。さっきですね、僕はボリュームをゼロにしてこの一番上だけを聞いたんですけども、そうせずにここのですね、スピーカーマークを消してしまうというのも手ですね。このような形となっています。そしてここのサブタイプというものからですね、キックなんだけどどんなキックなのというものを選びます。例えばワンショットなんですけども、ワンショットだと何なのかと、この一覧からですね、選んで選択することもできるんですけども、右の矢印部分ですね、ここをクリックして変更することもできます。今は通常のアナログキック、こういった形ですね。このサンプルズがちょっと特殊な概念になっていまして、これを動かすとですね、どんどん音色が変わってきます。一回聞いてみてください。こんな感じ、いろんなタイプのですね、キックが入ってるんですね。この数字が1違えば音色が全部変わると、かなりですね、いろんな音を試すことができるかと思います。こういったものですね。じゃあこれに対してキックのアコースティックなんかを混ぜてみようってことができるんですね。これもアコースティックだけ聞いてみますと、でさっきのと合わせようと、でバランスを取ることもできてしまうよというものですね。ピッチに関してはそのまま音程です。例えばちょっと低かったなという時はこっちで上げたりとか下げることもできると。このスタートというものはですね、実際にサンプルが再生されるまでの時間ですね。このように長いと発音されないということになりますので、このあたりはですね、しっかり入ってくるところを狙うといいと思います。そしてこれパンですよね、左右。例えば他のものを若干左に振ってとかいうこともできるといった形ですね。このあたりが整えましたら、この左部分いきましょう。このスピーカーマークの次ですね、ここはですね、リバースができます。ここも非常に面白いです。大抵の場合ですね、リバースと押すと全ての音がですね、リバースされて反転してしまうんですけども、これはですね、個別にリバースを行うことができますので、芯となるキックは普通に出しておいて、被さるものに対してだけリバースを行えるというものになっています。一回リバースだけのサウンドを聞いていただきたいので、これを外しましょう。全開にしておきますね。はい、今ですね、かなり遅れてリバースが返ってきたと。これはですね、選ばれているサンプルによってはすぐにリバース返ってきてくれない場合があります。こういう時にスタートでですね、リバースの返りなんかを調整することができます。これはですね、図で見ていただくとかなりわかりやすいと思います。このようにサンプルの範囲があったとします。ここからここまでという形ですね。そしてキックなんですけども、このサンプルに全て収まってるっていうわけじゃないんですね。例えばここで発音されて、この辺りで終わってる可能性もあります。でその場合、ここの部分が空白になりますよね。で通常の場合ですね、スタート位置というものが先ほどのここから始まりますので、通常はこうキックがすぐなる、むしろこのスタート位置を遅くしていくとキックのアタック感がなくなったりするんですけども、リバースはこの逆になりまして、反転するということはですね、サンプルの最後にこう来ると。そしてこのポイントなんですが、空白も一緒にリバースしてますと。ということで、このスタート位置なんですけども、ここにしておくと空白分待たなきゃいけない、よってさっきの遅れが出ます。そのため、このスタート位置を上げていくことによってリバースがしっかり再生するところを狙うことができると。これがですね、スタートの原理となりますね。そしてさらにさっきのキックをかぶせると、ボリュームバランス取りましょうか。簡単にこのような面白いものが作れるといった形です。そしてこの真ん中はですね、モノラルかステレオかというものですね。前回パラアウトで僕ステレオを使った方がいいと言ったのがここなんですね。もしもここでモノラルにしたかったら、これ全部モノラルにしてしまえば OK ですし、
このキックだけステレオで出す、ここだけモノラルで出すっていうことができますので、かなりですね、音作りの幅が広がるかと思います。これ位相反転ですね。波形の位相を逆転させるといった形。そして最後、これ鍵マークなんですけども、ここもですね、見ていただくとランダムができます。クリックするとですね、これよりタイプなんかがすべて変わってしまいますね。ただ思いっきり変わってしまいますので、ここだけは変えたくないってことができます。ちょっと前の状態に戻しましょうか。戻すときはここですね、アンドゥが使えます。この時にこのようにロックしておくとですね、はい、これ変わりません。ロック外しているものだけがですね、こういう風に変わるという仕組みになっていますので、軸をしっかり作ったらここはロックして他を変えていくというような使い方がいいかなと思いますね。はい、ちょっと複雑というか新しい概念が多かったと思うんですけども、非常にかっこいい音作りやすいと思いますので、ぜひこのあたり見ていただいて好みのキットを作ってみてください。ということで今回の解説はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。